めちゃめちゃ気になる。おおおおお。ほら、超は超はこのまま、じじじじじ。一応5歳からダンスやってました。今日はヘビーできました。入れたてです。すごく痛いです。ここら辺。ここら辺マジ痛いです。めちゃくちゃ痛かったです。皆さん、ハロウィンはどう過ごしますか？私は子供が寿司行きたいって言うから寿司行ってきます。お菓子配り歩いてください。お待ちしてます。私の好きなお菓子はポテチです。よろしくお願いします。イエイ、ハロウィンです。あらら、渋谷ハロウィン行きたかったな。昔東京にいたんですけど、渋谷ハロウィンの時期はだいたいテストでした。行けませんでした。行きたかったけどテストでした。残念。あ、でもあれ行ったよ。あのなんだっけ、ディズニーのディズニーのあのあれは行きました。ハロウィン、イエーイ。私が最近大好きな曲を踊ります。愛してるよなんてね、ダンシングヒーロー大好きです。イエーイ。よいしょ。この結構胴長いから、あのモデルさん、なんだろう、なんかすごいあの短かったです。思ったよりすごい短い感じになりました。身長でかすぎてびっくりしてます。でかさに、なんかもっとこう、なんだろう、低身長の子は多分もっと可愛く着れるんでしょうけど、私高身長すぎてなんかおかしなことになりました。バニーの耳消えました。どっか行っちゃった、ね、バニーじゃなくてカボチャにしました。Dancing all night under the stars, feeling the beat in smokyDrinking my hand, shouting so loud, hearts in a clash, lost in the crowd. Fight the world, baby. ハロウィンの思い出はですね、やっぱ若い頃から、中学生ぐらいからもうコスプレが好きで、もうすごくコスプレ好きで、やっぱ札幌のね、街中とか、あとはまあ東京の街中、あ、でもコスプレ、そうだね。って感じで結構コスプレに力を入れてましたね。でクラブで飲み騒ぐっていう若い頃でした。クラブ大好きでした。でなんだろう、ハロウィンは、まあコスプレ警官とか言ってたね。警官、メイド、バニーガールってなかなかあのね、したこなかったからしてみました。こんな感じ。もう一回警官やりたいかなと思います。イエイ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 。あと何かな、何やってたかな。猫とかだね。あとはあれだね、あの普通に血だらけのゾンビとかやってた。でクラブ行って飲んで騒ぐっていう
楽しい青春でした。今後はヘビあと何時間かな、1時間半もかかんないでヘビ終了して、次こっちかな、多分だけど、こっちの腕、いやー下りか下り流か、何にしようかなって今すごい考えてるところです。で背中は決まって、二刀流って言ってたんですけど、いやコロコロ変わるんですよね、私もう入れたいものがね、あ、よくないって絶対コメントくると思うんですけど化け猫かな、うん、化け猫だと思って、これだと思って、なんだっけ、神って祀るとこあるらしくて、猫をで綺麗なんですね、猫の背中に入れ墨が入ってるっていう絵柄がすっごいグッときて、私は入れたいと思いましたって感じです。もう蛇はね縁起物ですからね、もう神的なね感じで入れました。私は体に縁起のいい動物中心に入れたいって考えてて、そのうちの1個のヘビです。腕に竜で、あ、Savior.